い、今日こちらです。かまたま1万人祭りということで、めちゃくちゃ暑いんですけど、まあ、本当に1万人集まってるかどうかちょっと確認しに行きたいと思います。今回のカマロは J リーグ参入10周年記念試合と銘打って、1万人集客を目指したかまたまアレサ抜き1万人祭りリポート。果たして入場者数1万人は達成できたのか、不安定な天候の中試合はできたのか。今日でも本当は雨かもみたいな話だったんですけど、結局まだこっちでは降ってなくて、こんにちはっていう感じなんですよね。だからまあどれぐらい、まあみんなバスを待ってるのかな。あとここ影だから。はい、ということで一人ゲストを見つけました。ババミューちゃんです。そうなんですよ、演奏が、16時からありますので、はい、皆さん、ぜひ見に来ていただければなと思います。いやもう暑いのにいつもありがとうございます。ありがとうございます。もうみゆちゃんは学業に、まあ、音楽活動にって忙しいのにいつも来てくれて本当にありがとう。いやもうね、私のかまたまあれは私のもうほぼ生きがいというか。マジマジそんなこと。そのブースサポーターさんだったりとか、その皆さんと一緒に交流を持ちながら応援するってめちゃくちゃ楽しいんですよね。試合やったりとか、まあ、なのでその日を楽しみにしながらいつも、来させていただいております。いやありがとう。もう今日は特にね、1万人集めるぞっていう日なので、はい、もうみゆちゃんは絶対来てもらわないとっていうことだったんですけども、いや本当そんなにね好いてくれてるなんてありがたいですね。本当にこちらこそありがとうございます。いやもう暑いのにちょっとステージ頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。しゅうじさん、何どの辺撮ってんの。撮らないんじゃないのね。いやもうね、今年の夏しゅうじさんには本当にお世話になったんですよ我々。いやそんなマジで。だこれで撮らないって言ってた。今日の1万人祭りもそうですけど、その前のあれとか、その前のそれとか、まずでもしゅうじさんいないともう無理だったから私たち。いや、イベント無理だったよ。そんな大したことしてね、本当に大したことしてね。いやもう本当に、で、しゅうじさんアナウンスも上手だからね。やめて、本当やめて。こんにちは。こんにちは。これ本当の戦車ですか。本物です。これ運転してきたんですか。はい。マジ。これ通っていいんですか、普通の道路。はい、一応申請を上げてます、各自治体に。通りますよ。すげー。撃てる。撃てる。今日は撃てないです。今日はやめてほしい。勝ったら、勝ったら祝報ですね。どーん。上げてくれる花火みたいなやつやりたいんですけど、はい、今日は弾を持ってきてませんので。あーそうか。この行列はあの列ですね。肉だな。お肉1000人に振る舞うというお肉の列。ちょっとこっちに行った方がいいかな。うわええこれこれギャグかっていうぐらいのでかい肉。これを丸々焼いてるのね。すごい。なんかでも暑くて近づけない。暑いよ。私も焼かれてしまう。あれ、犬がありがとうございました。もう身一つで乗り込んできていただいて、何にも準備してなくて。今日はでもみんなって言ってますよね。今日は本当にファイブアローズの、はい、今日リーダーです。今日リーダーリーダー違う。リーダーこっち違います。リーダーをなすり合ってますけど。いや今日も暑い中来ていただいて、ブースがねあんな日向ですけれども、いやでもたくさん子供たち来てくれますよ、ね、今はい、うどんチャレンジ行きましたけどね。あそうなんですね、はい、うどんチャレンジ。あ、社長がもう引き取ってる。そう行くか。社長が連れてみんな来てくれて。本当に。じゃあ行こうか。行ってきます。あ、社長タオルちゃん巻いて、タオルちゃん。あ、ほんまや。あれですよ、社長肝入りのイベントでしょ、これ。社長自ら人を集めてるっていう。じゃあ、はるちゃん。ねえ、やっとこうかな、はるも。111人目かな。111人目って言って
ました。ではこれから70分連続企画の世界記録に挑戦いたします。ドキドキ、世界記録やって。世界記録が110名になりますので、111名まで連続でキャッチできれば世界記録本日となりますので、皆さん焦らず、大丈夫なので頑張ってください。では始めたいと思います。よーい、スタート。ドキドキ。プレッシャー何より難しい、うん、つけたいガンド OK OK からまだどんどん続いてるので、私もやろうかなと思ったけども、ちょっと時間持ち場にも帰らなければならない時間になりました。ありがとうございました。またね。BDC ダンススタジオ BDC の池田先生と、はい、いちか先生、私があの姫だった時にとってもお世話になったあのダンススタジオの先生といちか先生です。急になんか収録始まった。イエーイ、はい、みんな盛り上がって、はい、イエーイ、今日ですよね。5時半そっちで踊るんですよね。そう、踊ります。曲出しは我々の方でやりますので。あ、先生でもこれ作ってきたでしょ。でもビールはないけど。たまたまれないからさ。しょぼい。皆さんこんにちは。今試合前で、1万人祭りの前で非常に高揚しております。僕がプレーをしたいぐらいですが、今日みんなで勝ってみんなで喜びましょう。今日もお願いします。さすがです。出ればいいのに。三宅君、今日はもう一日忙しそうやけど、はい、責任者やろね。この1万人祭りの責任者なんよね。はい、はい、全責任は私にあります。ねえ、はい、これ行くんはもちろんそうなんで、1万人達成するんはもうもちろん大前提なんですけど、はい、ひょっということがあるやん。はい、そん時はどうする？どうしたらいいかな。いや、なんかね、こっちの方でね、勝手に考えよったんは、まあね、全責任を背負ってる三宅くんが、はい、坊主とかかなって思ったんやけど、どう？なんか令和とは思えない罰ゲームが。もう高校生の頃そんなあったな。ねえねえ、そういうのでこう古き良き感じでいくんってどうかなって思ったりしたんやけど、ね、どうする？そうですね、うん、誰かが買ってくれるかな。じゃあ私がバリバリってやってきようか、バリカンで。もしそうなったら断髪式は撮影してもいい？だまあ行きますからね。うん、行くけん。はい、うん、行くんで。そう、1万人達成すればいいだけなんや、はい、これ、はい、ね、行きます。はい、1万人行きます。じゃあそういうことで、はい、楽しみにしてください。行きますから。髪の毛はありますから。四国アイランドリーグプラスに所属する香川県の野球チーム、香川オリーブガイナーズ。その公式戦試合前に蒲田マーレさぬき小山翔也選手が始球式を行いました。そしてサヌピーも急遽始球式に参加することに。めっちゃ力んだ。むずい野球。ピッチャーせんから。蒲田マーレさぬき1万人祭り。午後6時も過ぎ、そろそろ選手のピッチ内練習開始なのですが、
ここで問題発生です。ちょっと現在が18時30分過ぎっていうことなんですけど、雲行きがもうだいぶ怪しくなってきて、今一旦ね、あの運営の方もいろんなイベント等々ちょっとステイ状態となってます。で、天気予報を見るに、なんかもしかしてっていうね、感じよね。ちょっとあの真っ赤なのがね来てて、そうそうそう、うおー、でもギリギリね当たってないんよな。ただ雷がちょっと近いところにパパパパっていう感じなんで、今皆さん、そうそう、今はみんなあの危ないので、コンコース内に B 席の人たちは避難してもらって、 A 席の人たちも、まあ、屋根のある上の方にちょっと避難してくださいってことで、あの1万人祭りがっていう展開。嘘10年やってましたけど、こんな初めてです。ほんまに中止になっちゃった。しかも1万人祭りっていうね、結構頑張ってたし、なんか人のね感じ見てたら1万人いけるんじゃないかっていうとこまで来てたのに。マジか。まあでもかなりね、スタジアム自体は雨全く降ってないんですけど、もう両サイドでピカピカ、あ、いや雨降り出したって今。みんな早く片付け終わらせて、もう三宅くんに責任を取ってもらう。何の責任を。いやーマジかー。もちろんあの中止にするかどうかっていうのの判断基準としては、まあお客様の安全っていうところがあるのと、まあ選手をここでピッチに立たせられるのかっていうところで、やりたいという気持ちはもちろんあのあったんですが、その安全第一というところを考えて中止という判断になりました。予想の来場者数で言えば9980ほどというところで、1万人近い方々が来るんではないかなという予想を立てておりました。でうまくいけば1万ぐらい来るんではないかというところでした。で、チケットの発券枚数というところでは1万3000枚を超えていたので、十分に1万人を超えるポテンシャルはあったと思っております。ご来場いただいた皆さん、そしていつも応援支援いただいている、香川県の皆さん、本当にありがとうございます。試合はあの成立させることができませんでしたが、あのこれから先もあの引き続き蒲田周りさん集客を続けていきます。たくさんのお客さんの応援が選手の力になって、クラブの力になって、J2 昇格という目標に近づくと思います。なので引き続き今シーズンも、来シーズンも応援していただければ幸いです。よろしくお願いします。